こんにちは、島崎桃香です。本日は日本最大級フィールドアスレチック清水公園に来ました。これから冒険コースにチャレンジしたいと思います。行きます。待って、やばい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 目もあるやばいやばいやばい、目もある目もある目もある、ストップストップこんな感じです。東武チャンネル。さて皆さん、いきなりですが東武アーバンパークラインクイズです。東武鉄道では昔、私鉄の中で一番多く同じ車種の車両を所有していた時期がありました。今もまだ走っているんですけど、もしかしたら皆さんも乗ってきたかもしれません。その車両はどんな車両でしょうか。正解は8000系です。8000系は1963年10月から1983年3月まで約20年もの長期にわたって製造されました。私鉄では最多両数となる712両が作られました。つまり一番多い車両です。全盛期は東武全線で通勤電車として活躍しました。現在も東武アーバンパークラインを走り、白地に青と水色のラインが入り、東武の顔ともいえる車両です。東武チャンネル。噂によると結構難しいらしいんですけど、負けず嫌いなので絶対に成功したいと思います。ということで、ももかちゃん、はい、ここですね、大村 D からの挑戦状ということで、ここからね、はい、3つアスレチックを僕が選ぶので、それを見事3つともクリアしたら売店で好きなもの買って大丈夫。おお、それは嬉しい、うん、いきます。はい、でもなんか立ったらいける気がしてきました。嘘。お、いける。あ、いけました。おー、降りる方が怖いかもしれない。よいしょ。おー、なんとか行けました。1個目クリアですね。イエーイ。東武チャンネル。次はこれです。わ、これ私の苦手なやつです行きます。しょ、近道したい。負けず嫌いバンバン発揮して近道し始めた近道したい近道し始めた。あ、でもなんか意外といけますよ。おおおおお、丸太が意外とむずい。あ、やばい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 、落ちちゃった。おいしょ。あ、それは、あ、本当だ、低いよね。遠いです、次は遠い。あ、あ、これはゴールですね。これはゴールですね。やった、イエーイ。一回落ちたけど、おまけでゴールで大丈夫です、はい、やった。さすがですね。でもいや、まあ一回落ちちゃったんでちょっと、まあ、悔しいですけど、はい、この同じように見えるんですけど、後半の方がなんか距離が空いてたり高さが違ったり難しかったです。なるほどね。東武チャンネル。最後はこれです。じゃん、ローラーミルくぐり。90秒以内にゴールできたらももかちゃんの勝ちと。なるほど。いうことで、はい、ちなみに男性スタッフがやってギリギリでした。はい、いきますね。ちょっと不安ですね、男性スタッフなんですよね。そう、まあ、でも逆に
女の子の方がちょっとちっちゃいからいけるってこともあるかもしれないですよ。あ、確かにね。これ成功したらもうあれですよね、売店好きなもの買っていいよ。やった。オッケー。全力で頑張ります。頑張りましょう。はい、よーいスタート。低い低い低い。今何分ですか？もうすぐ30秒。お、あと半分。あ、これ間に合いますね、多分。よいしょ。ゴール。ゴール。48秒。早い。イエーイ。これスタッフさん抜いたんじゃないですか。いや、全然抜きましたね。やったということで、ご褒美ゲットです。イエーイ、やった。コツがあるんですけど、こう後ろ向きに降りるときに降りるんじゃなくて、こうちょっと滑り台みたいに滑った方が早くクリアできると思います。なるほど。はい、まあ、ももかちゃんの記録を超えられる子が出てくるとすごいですね。確かに。超えたらあのSNS のコメントとかで教えてください。あ、いいですね。、はい、もう何秒でできたよっていうの、はい、動物チャンネルということで、売店で好きなもの買って大丈夫です。やった。何買います？いっぱいありますね、いろいろ、ね、じゃあ私はたこ焼きで。たこ焼き、はい、ありがとうございます。たこ焼き買ってもらいました。じゃあいただきます。あ、赤い。やっぱ家族でね、来てもう本当に1日回れるというか、はい、ずっと、まあ、朝から日が落ちるぐらいまで楽しんでいけるなって感じですよね。そうですね、あのチャレンジコース、冒険コース、通常コースって3コースあるんで、多分1日いても回りきれないくらいだと思いますね。私ができなかったものをぜひクリアしてほしいです。難易度もこう簡単なものから難しいものまですごい幅広いんで、本当に運動苦手だよっていうお子さんは簡単なものを楽しんでいただけると思いますし、なんかチャレンジしたいみたいな子は本当に大人でもできないくらい結構難しいのいっぱいあるんで、楽しんでいただけると思います。ではまた見てね。バイバイ。